オ格付けです。やっていきます。そうです、皆さん休暇から帰ってきてね。今年の4月15日に行われるゴールデンハンマー賞に招待されました。今年獲得できる賞は最高魔力賞と最高攻撃賞、最高総合ベスト武器賞が手に入るらしいですね。で、去年のゴールデンハンマー賞後に完成した伝説の武器以外の全ての武器が出品できます。あ、ハンマーである必要ないのかな。でもね、攻撃力賞があるなら、ハンマーとか斧とかの方がいいですよね。招待されたのか、大丈夫かな。じゃあ本気のアックスを1個作ってみますか。あ、鉄がないよ。そっか、買ってきてもらわなきゃな。とりあえずクロスボウにするか。こちらの人はレベル最高にしましょうか。わかった。じゃあ精度ですね、こちらとこちらに行かせまして、ご機嫌ですね、お二人とも。じゃあ弓を作ってもらいます。精度にね、ご機嫌です。はい、お願いします。いいもの作って、お願い。いいぞ。はい、ありがとう。よし、いいぞ。6回、ご機嫌だから6回できたのかな。でもそれは売っちゃダメってことよね。グモンが工房に迷い込んできた。小さなデジタルデバイスを差し出してきたが、グモン？グモンってビットボルブか。待て、これはたまごっちではないか。グモンって何？グモン、ちょっと確認しよう。検索検索。多分ビットボルブですよね。グモンなんてたまごっちないもん。なんだこれは。あ、ゲームかな、ゲームかな。ちょっと待てよ、検索してみよう。ビットボルブね、ボルブ、ビットボルブ。わかんないな。アンドロイドアプリ、サバイバルストーンっていうゲームが出てきたけど、会社にそういう会社があるのか。グモンなんてたまごっちゃいないよ。左側にします。デジタルコードがグモンを襲い、シルバームーンへと進化した。やったね。わかんないけどね。ラセットピータースが、これが3日間有効か。ラセットピータース行こう。ピータースはいつも行ってるとこだよね、多分。グモン？グモン？なんだ？気になる。グモン？出ないな、わかんないな。で、たまごっちではありませんでしたね。SF 系かな。あ、軽量クラスボウができました。いいぞ。どうしよっかな。あれ、一時的に上がってるけど、あと1個作れるかな。やっぱこの人にあげて、あと、あ、そうだ、材料がないんだったな。さあ、弓だな、やっぱ。弓に探検も作れないもんな。やっぱもう売りに行こう。はい、ワールドマップで、マーキーミソマーシュに、この2つがあったか。そっかそっか。これを売りに、ラゼットピーターズさんに行ってもらいます。はい、バイバイ。OK。で、ローラさんは、
って言ってたから、ファックスね、作りましょうか。はい、お願いします。これ結構時間かかるんですよね、研究は。他の行動に比べて。マイン合紙は、こちらの人にプレゼントします。あ、でも、耳もあげるから、この人だな、失敗したな。はい、ね、耳をこっちにあげるんだからね、失敗したな。よし、くれましたね。微妙でしょう。ね、間違えました。今レベルマックスになりましたね。あ、よかったよかった。 AA だったね、一応ね。よし、帰りなさい。で、お店はアップグレードできます。だって、あ、デコレーションあんまり可愛くない。あんまり可愛くない。何その顔。あ、これはいいな、なんか育ったんじゃない。叫びですね、これは。ジャガイモ型の叫びでした、本当に。アップグレードできる。お、あ、そういうことね、広くできるとかじゃないんだね。そっかそっか。いやー、私としては、あ、作業場はあげたいけどな。あ、ペット用品欲しい。売ろう、あ、買おう。で、壁、床、壁、これね。あ、火事の攻撃力が 2% 上がるらしい、これが欲しい。うん、買いました。どこに置けばいいのかな、もう置いたのかな。あー、レイフックも買ってあげよう。仕方ないな。もういいよ。どんどんあげちゃうよ、お金あるから。今壁、これはちょっとね、あんま好きじゃない。あ、でも精度が上がるなら買おう。あ、お金が結構かかったな、これ。これでいいでしょう。うん、育つかな。でもこれから寒くなるんだけど、いいのかな、あんな冷風機置いちゃって。氷が目の前に置いてある。エリアイベントが起こりましたね。マーキーミソマーシュでレフトフォースパッド、レフトフォーデッドかな。最近死者が一斉に蘇る事件があったんだって。武器を求めてやってくるジャガイモが増えるだろうね。さっきなら言ったのにな。あ、弓が人気なんですね。あんま近づきたくないよね、そのみんな。はい、研究完了。お、意外と早かったな。あ、ワンちゃん落ち着いてる。よかった、買って。じゃあ、巻き味噌の足でいいのが売れるらしいけど、これかな、やっぱ。あ、そうだ。買い物に行かせるべきだった。忘れてた。はい、じゃあ買い物に行ってもらおう。チェー。鉄が大量にいります。全部買っちゃう。んで、鉄だけでいいんだよな、確か。精度もちょこちょこ3つぐらい買おうかな。ラセット・ピーターさん、お願いします。あららら、ローラ・クラフトさん、ちょっと落ち着いちゃったな。多分、この研究は結構ね、力が、なんだろうな、力じゃなくて緊張するのかな、精神的に疲れるかもしれませんね。すっごい集中するんでしょうね、やっぱ。ほい、お帰りなさい。お、すごく割引してもらっちゃった、嬉しいな。割引 14% だって。さすがレベル3になりましたもんね。あ、効果過活動になってるのか。あんまり働かせすぎたらダメなのかな。はい、まあ、とは言いつつね、鍛えるんです。斧をすごい強いの作りましょう。じゃあ斧でね、スピードはいらないんですよ。はい、こっち行かせて斧を作りましょう。これは一応大会に出す用に作ろうと思います。ということで、攻撃力をがっつり上げる。この人いくら、いいよ、かけるよお金。すっごいね、賞を欲しいからね。来月のために。結構よくできたよ。いや、結構どころじゃないよ、素晴らしいよ。で、次は売る用のものを作らないとな。いいぞ。
う弓は売れなくなったよな。うーん、仕方ないよね。これね、まあ、クロスマッシュで弓を売るとってやつですね。よし、これが完成したら、うん、はい、ね、マーキミソマーシュに売りに行くから、この人はいいでしょ、この人に売るでしょ。で、盗賊さんがいるんですよね。スピードの探検か。うん、わかりました。じゃあスピードの探検にしよう。はい、はい、スタート。スピードですね。うん、バルクボーガンさんでどうでしょう。うん、いいぞいいぞ。新しい人が雇いたい。お、7までいった。素晴らしい。自分史上最高の仕上がりだね。だそうです。もうすぐ給料日。1569スターチか。うーん、半分ぐらいになっちゃいますね。エリアイベントが起こりました。風の季節。ハクション、みんな風で寝込んでるって。それって武器を使う機会が減るってことじゃない？あ、今から売りに行くつもりだったのにな。じゃあ他のとこに売りに行くか。研究じゃなくて契約が気になるんですよね。あれ変わってる。あれ、あ、簡単が出てるよ。いろいろ便利に使えます。神よ、吸血鬼、ウェアウルフ、ハーピーどもを呪いたまえ。銀メッキの既製木製エアを打ち出すクロスボウが必要だ。奴らを一掃するぞ。ブルーウルフ、な、ブルーウルフ本人がウェアウルフっぽいですけどね。まあ、この人たちはね、純金がね、よく効くはずなんでね。で、食えない要求。この間ストーンゴーレムを噛んでいた。うん、歯がとんでもなく痛くなったんだ。そりゃそうだよ。金属の詰め物を作ってもらえないか。ファイアドラゴンのフレット、うん、いやー、詰め物は作れないな。で、無軌道なカイト揚げ。最高の金属でカイトを作ってはもらえぬだろうか。今夜は大嵐になるそうだぞ。フェンブランクリンだって。え、二日付。え、あ、でもお金ないから後にしようかな。とりあえず一個受けてみたいですね、この動画中に。え、マーキーミソマーシュはしばらく行けないから、まあ、ちょっと作るのに集中しようかな。みんなね、結構調子いいからね。はい、これはミソマーシュに売るようで、で、新しいところはですね、でもこの人、新しい人はこの人だな。この人と、これは増えてない。で、バーバリアンが出ましたね。攻撃、あ、スピード、両方欲しいっていう人もいるんですね。スピード精度ね。もう一回ヘビーアックスを作りましょう。攻撃とスピードを上げる感じで。じゃあこの人に攻撃をお願いして、攻撃とスピードをね、主にやってもらいましょう。始める。お願いします。一応攻撃ですよね。はい、ローラクラフトさんお願いします。あ、この人は攻撃もスピードも得意なんですね。やったね。うん、いけてると思う。で、武器を売って聖域士気を増やすことが次の目標なんですね。よし、もうすぐできるでしょう。で、できてあと7時間で終わりだから、さっきのイベント1時間ほど待てば、うん、高く売れるな。じゃあ新しい人に売る必要なかったな。まあいっか、とりあえず、まあ、キミソマーシュさん、ムショマーシュかな、とりあえず。で、あ、うん、マインゴーシュとヘビ、あ、ちょうどよかったな、この2人には。うん、こちらはね、あの大会用なんだね。よし、重さ約90キロだって。はあ、重い。
ものすごい重さだ。はい、売却に行きましょう。あ、疲れた。ちょっと休憩させた方がいいのかな、たまには。じゃあローラさんは、あ、でも調子いいからいっか。いいでしょ。お、9号士はこの人ですね。はい。で、これがこの人ですね。売ります。よいしょー。これで久しぶりにお金が稼げるぞ。よし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 。お、S と A。あと1ぐらいだったかな、この盗賊さんは。あ、でも最大レベル25か。じゃあ、まだまだだな。で、この人はレベル最高になりましたね。あれ、武器の売り上げが落ちてるみたい。どうしたらいいものが作れるかな。ワンワン、フリフリフリ、どうした。お前じゃ無理だよ、毛だらけになっちゃうでしょ。そうだね。あー、ごめん、悲しそうな声を。飼い主なんだからわかるよ、あちこち毛だらけだ。まあ犬ってそういうものですよ、動物は。でもマジで、あ、そうだ、このストーブは何のためにあると思う？ずっと気になってた。もう修理してあるよ、すでに。さっき壊れてたけど、この話に入って修理されてるよ、いつの間にか。直し直し、直し直し、直し直し直し。ドカン。あ、ワンちゃんが爆発したと思った。ストーブが爆発。え、ゴランダースミス？伝説の魔法使い、ゴルンドラ・カジを呼び出したのは誰じゃ？ちょっと翻訳がずれてますね。ゴルンドラ・カジ。はい。カジヤの神様的な存在かな。そこのジャガイモ、お前か？わしを長き眠りから呼び起こしたのは。まさかですよ。いや、そんなつもりじゃ。そんなつもりじゃないよな。このゴルンドラ・カジを召喚した誰もが願い事を一つ持っている。もっといい武器を作れるようにと。あ、それは望んでたことですね。そしてその中で一番腕のいいものだけがバタタと共に武器を作ることを許される。あ、バタタ？え、バタタって知ってるの？僕のおじいちゃんだよ。でも、もうとはどういう意味だ？この間亡くなったんだよ。生きてるうちに会いたかったけど、もうそれも叶わない。亡くなった？達人バタタが死んでいたら、わしと一緒にここにいるだろうに。ああ、魂となってね。でもここで亡くなったわけじゃなくて、あれ、そうなんだ。死んでいたら絶対ここにいるはずじゃ。この店はあの男のすべてだからな。お化けのあなたに何がわかるんだよ。最高の武器の魔法が使えるわしが一番じゃ。いや、一番だった。魔法の力が必要か？もっといい武器を作るために魔法使いの助けが必要なのだな。そうだよ。でも場所がないよ。悲しいね。うつうつガタガタ文句を言うな。ここはジャガイモ家事4人分のスペースがある。お前のおじいさんが活躍していた頃はすごかったんだぞ。とにかくわしはもう死んでいるから魔法を使えないが、わしの孫ボルンドラ家事をここに起こそう。しっかりやるんだぞ。あ、新しい人が来ました。あ、来た。あ、そっくり。ボルンドラさんそっくりですよ、さっきの人に。お、訓練に出して強化できるようになりました。いろいろ増えたな。え、ボルンドラカジさん、ジョブクラスの変更。エンチャンターがやってきたので、カジたちは知識を分け合ってジョブクラスの変更ができるようになりました。右下の最下部のパネルをからカジのジョブを変更できます。これか。カジのジョブクラスには常に気をつけましょう。あるジョブで最大レベルに達するとジョブクラスを変更しない限り、そのクラスではそれ以上経験値を積むことができなくなります。複数のジョブクラスで経験を重ねるとさらに強力なジョブクラスをアンロックできます。へー、面白そうだ。あれですよね。この金属技師とか書いてあるやつですよね。この精度が得意とか、ど真ん中に当てる武器を作る。
じゃあレベル、あ、うん、レベル完璧に上がりきったらクラス変更すればいいのかな。いくつかのね、いくつかの能力に対応できるようになるんでしょうね。伝説の英雄がご来店、お店に入れる？左、あ、クラウドさんバタタはいる？うん、いるよ。はいはい、なんでしょう。君はバタタじゃないね。あ、そっか、カクスケですよ。バタタはなくなったんだそんな顔するかな、クラウド。君でもいいかな、剣が欲しいんだ。いいよ。どんな感じの？大きいやつ、これみたいな。バスターソードだっけな。ふむふむ、長さ183センチ、重さ72キロ、鋼鉄でマテリアのスロットがあって、これは大きいですね。あんなの片手で動かせるのはすごい。こんなの作れるか自信がないよ。頼むよ。わかった。領収書に名前は何て書けばいい？クロード。それだけでいい。この任務が片付いたら他のふざけた世界に行くよ。他のふざけた世界。次はジャガイモじゃない方がいいな。いろんな世界行ってるんですね。クラウド、ストライフ。え？クラウド、なんだっけな、名字。了解。クロード、バスタンタンソード。一本ご注文入りました。何使うの？フラワーガールを探しに行くんだ。あー、エアリスですね。ストライフ、なんだっけな。へー、フラワーガール？モテ男だね。そのことはどこで？まさかお目当てじゃない子にお花を持ってっちゃったとか？へへへへへ。え？どこ？そんなこと言う必要ない。テレ屋さんめ。その子のためにいろいろやったのに全部無駄になることになるよ。ネタバレ注意。あれは衝撃ですよね。知ったかぶりだな。ネタバレで殺されることもあるぞ。わかったよ。剣を作っておくよ。そうだよ。ネタバレなんてするもんじゃないよ。おー、伝説の武器の依頼が来ましたよ。ツンデレソルジャー。クロードストライフ。クロードはフラワーガールを見つけるために新しい武器が必要だったが、認めようとはしない。ツンデレですね。可愛いじゃないですか。アイテム報酬があるんだ。評判報酬100ももらえる。すごいな。バスタンタンソードですね。マテリア装着できるような。はーい。引き受ける。ソルジャーさんから来ましたね。え、どうすればいいんだろう。バスタンタン、あ、特殊で作れるのか。あの依頼もそれかな？作れるのかな。作っちゃおうか。始める。いいのかな。バスターソードなら、え、攻撃力じゃない。あ、ジョブズさんごめんなさい、こんな使っちゃって。いや、すごいな、さすがだな。でもどちらかというとスピードの方が得意だったみたいですね。ツンツンした、ツンツンさせた黄色い髪、青い目、シュッとした体つき、中性的、物憂げな雰囲気。あ、マニア、あの映画のセレブリテーター、超クールだった。使ってた武器、ちゃんと見た？え、セレブリテーター、あ、ヌーブ村にその人いたっけ？弓ですね。どうだろう。ちょっと待って、他のゲームによく出てこない？よく出てますね、ゲストキャラとしてね。バスタンタンソード、ある程度すごいの作らないといけないんだ。無理だ、作れないよ。エンチャントを始める。パワーベリー、1個しか使えない。追加された。ダメだよ。ダメだ。ごめん、無理だった。剣はどう？徹夜して作ったんだよ。最低だ。ごめん。どうして？長すぎ、軽すぎ、切れ味悪すぎ。ごめんなさい。まだあるぞ。これじゃフラワーガールを探せない。いや、武器なんてなくてもさ。だったよ、やり直す。
もっといいのを作ってくれないと後悔するじゃないか。うん、ごめん。そうだね、本気で守っても守れないのがね、重要なんですからね。よし、時間がね来ましたので、残念な終わり方ですけども、これで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見てくださいね。